私は今何を食べているでしょうか。おみまーす。外福はうち限定です。どんどんどんのいのんとガリガリくんです。別にオープニングで引っ張るとは思ってないんですけど、前回イリジニーの購入品紹介、ノイノの紹介で終わってると思うんですけど、今回はこのものでございます。まあノイノの購入品紹介見てない方はね、概要欄にリンクありますので、そちら見てから来てもいいし、見なくてこっち見てから行ってもいいですよ。それでは紹介しているノイノほのぼの、はいどうぞ。私はまずこちら手袋を買いました。その日私は調子乗って上着をいらないってパピコのリュックにポンって入れて、本当にこの服装のままで行って、下もねスカートで足出してて、寒すぎて足は寒くないんだよ、手が寒かったので、これを買いました。これミニもありました。やす早でやすつけてもらう。あ、わかりました。これね、ほのぼのずっとつけないの、なんか持っててとか言って、なんかカバンからなんか取り出してる感じだから持ってあげるよって言ったのに、進んでるの全然持てるやなこいつと思ったら、ずっと私に預けてくるのね。ありがとうございます。うわ、中あったか。パタン、買いました。私はこれ手袋みたいな、これ余裕できんじゃない。余裕、余裕でしょ。余裕ってこれ余裕、余裕下級者を下ろして、こうやってやってたよ下ろして意味わかんない。で、続いては私こちら1個1500円の風船を買いました。最後にバルーン買います。青とピンクの組み合わせを買う。はい、ダメね。バルーンの販売終了になりました。ほのぼのは買います。並んでるんで1個1500円するってことで、パピコに1個買ってもらって、ほのぼのも1個買いたいと思います。仲間を渡しました。青とピンク、青とピンク1個ずつ、はい。で、青とピンク2点で合計3000円です。手を離さずに持ってきて、根元も一緒にお持ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでお気をつけて帰ります。2個きっちり買いました。これは私の部屋に飾ります。こちらのお高級なヘリウムガスが入っている風船を買われました。1つなんと1500円。どんだけ高いんだよって。1個パピコに買ってもらって、1個うちが買った。あ、そうなの。パークアウトします。アウト。これはずっと部屋に置いてあって、暖房に吹かれて、ずっとなんかおはやでやすってしてる。おはやでやすってか、ちょっとうるさいなと思って今は別居させてます。別居させてるんだ。はい。ちなみに色は2色だけ。うんうん、あとね、赤と黄色があった。へえー、そうなんだ。そう、あなたは黄色よく買ってみた。あー、黄色買いたいかなみたいな。そしてこちら、それ何、それ水入れです。店員さんからもらったコップ。これはやでやす。こちらね、声張ってこ。1000円 0.5 の写真の、私柄わかんない。それじゃレイマックスです。1個ちょうだい。これは友達と交換。友達にあげます。あげません。なんかジャパニーズ入ってる、なんかこれ提灯とかそういうの。あとは私は食べ物を買いました。あ、食べ物買ったんだ。の前にこちらレイマックスの800円のピンポーン。あ、なんかうちに誰か来たわ。ちょっと呼んでくるわね。あ、わかった。もうわかったと思うけど、ちょっと静かにしてる。持ってこないで。これはですね、普通に自分で使う用なんですけども、ボールペンになってまして、これ多色ペンなんですけども、1、2、3、4色です。ほのぼのがいつも使う黒、赤、青、緑のこの4色なので、これ1本とシャーペンで学校行けるなと思ったので、私はこれを買いました。今 YouTube 撮ってんだけど大丈夫。それでも大丈夫。あ、よかったよかった。あ、大きいからね、気をつけて。バランスボール邪魔なんだけど。あ、やばい、うち下がパジャマなのバレちゃったんだけど。ちょっと座らしといて。首座ってない。なー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 
ベイマックス来たことによってさ、映りがめっちゃ暗くなるっていう。ベイマスコです。思ったんだけどさ、このベイマックスね、1万円なの。だけど今売ってないよね、ディズニー。安かったんだろうね。これがさ、もうちょいさ、ちっちゃい、全然ちっちゃいなんだよね。ちっちゃくてこんなモフモフじゃない。そうそう、みんな使ってる。ここで私も編集したり、アミコはここでゲームしたり、パピコもここでゲームしたり。この人はここで寝てることが多いです。あ、私ですか。あ、確かに多いですね。こうやってすれば、白い面積が減るから画面の色がちょうどいい感じになるわ。本当に安いですよ。なんかこんなクソでかいんだよこれ。私の身長と同じぐらいだもん。今運んできて思った。私の身長と同じぐらいなのに1万円なの。うちよりもちょっとちっちゃいってことが身長。私のおかげでこれ買ったんだよね。誕生日のディズニーランド行った時に、このベイマックスすっごい可愛くない、欲しいんだけどっつったら、誕生日だからね。そう、誕生日いいんじゃないって言われて、マジでと思って。なんでいいんじゃないって言われたのは、そう、店員さんにこれとりあえず売り物なのかを聞きました。すいません、こちらって売ってるんですかって。あ、売ってますよ。これいくらなんですか。1万円です。このサイズだよ、このサイズ。ディズニーだよ、めちゃめちゃ高級品がたくさん売ってるディズニーで1万円なの。この子めちゃめちゃ安くない？だってさ、みんなさ、お年玉もらったでしょ。多分お年玉買えると思うよ。今もう全然売ってなくって、その売ってた場所に行ってもなかった。そう、ないの。そこにはミニサイズのベイマックスがいっぱいいた。そう、ベイマックスだから多分これをなくしてちっちゃいの量産されたんだと思う。多分この中の綿をそうそう、綿を全部他のにしてちっちゃいベイマックスたくさん作ると思う。新しい乗り物ができたからだと思うんだけど、ベイマックスのぬいぐるみがもうたくさんあって、まあでもうちにはね、この可愛いベイマックスちゃんがいるんで。思ったんだけどさ、ディズニーのキャラクターってさ、こう本指なくない？人間じゃなくってさ、こういう感じのさ、ミッキー、ミニーとかさ。なんで怖い。え、読んじゃあとは、はい、飴を買いました。飴屋さんみたいなのがあった。そうそう、あるある。キャンディーは、これはですね、5本入ってて600円です。1個食べたらそれ。今ダメ、今ダメ、ベンマックスいるから。ベンマックスベタベタしてない。あんたダメだからね。あとこちら、これめっちゃ面白くない？キャンディーです。600円。これ加えたら、ちょっと加えてみ、ドナルドになるんだよね。くっつけて、あ、すごいすごいすごい。あ、めっちゃ美味しい。これガムの味。ガムの味。ガムではないでしょ、飴でしょ。あー、いいだ。これ安いよね、600円だよ。あ、違う、高いな、普通高いわ。ラスト、はー、あ、それパイレッツオブカリビアンところのお土産屋さんで買ったネックレス1000円。見てください、これ買いました。これはジョニーデップの骨です。これなんで買ったかっていうと、ちょっとなんかシックなの指に似てた。ディズニーだって言うてんねん。
眠くなってしまいますね。手袋を家の中でもしときたいぐらいあったかい。これということで、今回はベイマックスと私とボロボロでディズニーの何度で買ったものを紹介いたしました。ベイマックスでかいのいいなと思ったヒートグッドボタンちゃんと続くようにお願いします。もうこのカラコン綺麗だねって思ったヒートグッドボタン。今日の動画一つも感じない。最近ね、カラコンを買ったんです。このあとほのちゃんさ、最近ちょっとさ、キャラがずれてさ、あんて、なんでそんな小声なの。私もさ、今日のずっと編集しててさ、最近の動画全部こだって小声なの、ほんと困る。音量超低いよね。1個言わせて。うん、何？昨日撮った福袋の動画、あんた声小さすぎて編集できないんだけど。それはない。違う、あんたスマホで撮ってるからだよ。それはそうだよ。こっちカメラもさ、マイクもしっかりしたのついてるのにさ、ここでも小声なんだもん、なんか。はぁ、はぁ、はぁ、なんでそんなにさ、喋り声がちっちゃいの。ここにマイクがついてる人じゃないから、芸能人じゃないんだから、大きな声で喋らないと。ビデオカメラはえつければいいんじゃない。なんでそんな面倒くさいこと言うの。リクちゃんが、リクちゃんは違うからもう、ワイヤレスのさ、ここリクちゃんはガチのだからもう。そう、それだったらさ、音声さ、取れるじゃん。リクちゃん、できればいいマイクとか教えてくれると嬉しいです。すいませんね、うちの声うるさくて。ということで今回は、それか、あのさ、もういい、もういい、もういいから、これ全然ディズニーの話じゃないから。ということで、また次回のナナマグリでお会いしましょう。今日バイバイ。響く音透明なノイズ。